俺をうまく味方につけると超簡単。日本人には C はすごく向いてない。逆算で入れてあげる。こんな下まで。ここが影じゃないと顎が出てこないから。はい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 。ここ締めてあげると顔小さくならない。なりました。オレンジの方でクマを隠します。スケラインを入れます。こちらで、ベースメイクは完成となりました。今日は川北様にベースメイクの指南をしていただけるということで、一体どうやってご指導していただいて、どうやって変化するのかっていうのが楽しみでございます。それではちょっと緊張しておりますが、行ってまいります。食べてないです。一応パックしてるママです。崩れないメイク、化粧直しのいらないメイク、自然のメイク、アラを隠そうとして厚塗りになりすぎるところですね。全体的に厚ぼったさは感じるかなって、素肌感があんまり感じられないかもしれないですね。やっぱベースメイクで人の美しさの8割決まると思っているので、すごい大事なことだと思います。素肌から綺麗な人に思われたいですね。最近はエトーボスが好きです。めちゃめちゃ大好きな、尊敬してるの方がいいか、尊敬してます。一語一句逃さないように聞いて、いろいろ学んで帰りたいと思います。めちゃめちゃ頑張って川北さんに挑みたいと思います。挑んじゃダメですね。はい、頑張ります。まあ今見ててすごく肌綺麗なんです。気になるところだけカバーしていくってやり方、今日やってみよう。せっかくだから、はい、今の自分の肌をなんか肯定するようなメイクも一つ覚えておいてほしいの。くすませないで透明感出すっていうようなメイクっていうのをやってみましょう、はい、スキンケア終わってんだよね。お家でやってきました。あ、じゃあもう一回やっといた方がいいかも、ね、でスキンケアやった後ちょっと浸透待つってことね。こうやってあ抑えます。なんかハンドプレスしながら今手の平で確認してるじゃん、こうやって、はい、ちゃんと浸透してるかどうか分かるんだったら、反対側でこうふにゅっていうぐらい、ペタペタってするぐらい。ここで今ティッシュがある、まぶたのあたりとか軽く押さえて、目のこの下のところ、そこ押さえてください。軽く後々リキッドライン引いても全部取れちゃう。ティッシュでこういうとこ押さえて、もしくは綿棒でこうやって軽く油分を取ってあげる、するとよれて取れますってことがなくなるから。で T ゾーンがすごいテカりやすいぞっていう人は T ゾーンを軽く押さえてあげる。どっか落ちるとか、アイラインがすぐ落ちちゃいますっていう方はちゃんとそういうことをきちっとやっておくといいと思う。艶のある肌を鏡で見て、めっちゃ綺麗でしょ。その感じをちょっとだけ艶感を足していったりとか、うん、色ムラをちょっと取っていくぞっていう感じなの。これでいいの、本当に。じゃあそれをちょっとやっていきます、はい、おすすめはやっぱりベージュ系のベースだったりとか、じゃあそれをご点を聞いてください。どこが日焼けしやすい？鼻ですか？鼻とあと頬の高いところと、はいはいはい、それをさっとじゃあ広げましょう。で肌触るときは優しくね、優しく、はい、でこの時もせっかく顔をこうやって顔触るんだったら、おでこは上に上げる、この辺はさーっと乗せていくっていう、はい、その血流も考えながら、もうせっかく顔触るときはもう上がれとか、なんかそういう気持ちも含めてやるといいよね、はい。首元もすごい日焼けするはずだから、この辺もパワーッと伸ばしたりとかすると首と顔の色も合ってくるよね。オレンジね。オレンジです。そしたらその下に少し開けて軽く塗ってください。次は小鼻、腕くらいね、で鼻筋、顎、そこにオレンジをちょんちょんってトントンってスポンジで伸ばしていきます。おお、綺麗よ。その今塗ったものだけで顔の横まで軽くぼかすくらい、はい、はいはいはい、綺麗じゃん。普段自分でもやったことあるんですよ。でも自分でやると物足りないなってまた足すんですよ。色が若干暗い人はどうしても白くなろうとするなら、さらに白を塗っていかないと下が消えてこないと思って、どんどん重ねちゃうんだけど、今のやり方だったらご自身の肌の色を肯定してる色だから、そんなに厚塗りしなくても綺麗に。もしここでシミとかニキビとかすごい悩んでるっていう人がいるんだったら、やり方とすると肌もちょっと赤みがあるわけよ。赤みがある人って
ベージュでは赤は消えてこない。だから必ずオレンジを先にニキビ、赤いニキビできてもトントンとニキビの上に乗せて、オレンジを乗せてその上にベージュを乗せてください。そしたら一発でいきます。これここにごっついシミがあるの分かる？はい、見えております。やだ嫌だって例えばこうシミができましたとか、そばかすが嫌ですって方は必ずオレンジを乗っけて、その上にこうやってベージュを乗せてあげるとすごく綺麗に消える。でこういうの絶対消したいときは優しく指でこう消したいところは指でやったり、オレンジをうまく味方につけると超簡単。だから顔ばっか見てるとここだけ白きゃいいと思っちゃうんだけど、うん、うまくもっと全体を意識した方がいい。体とか顔とか、ここもすごい大事なんだ。 Tゾーンとこの目周りをもう一回パウダーで押さえとかないと、ここすっごいよれ始めるから、ツヤ感生かしたいんであればその感じで綺麗だと思う。でハイライト入れましょうか。今見てるとどっちかというと頬骨が若干高いか、日本人には C はすごく向いてないっていうのはずっと僕言ってるんだけど、なんでかというと頬骨が目立っちゃうの。逆にむしろ逆算で入れてあげる。目のこのクマ、クマからここ目の下ってどうしても落ち込むじゃん。で光も受けないから、ここを明るくしてあげることによって、この目の輝きも増すし、クマも軽減される。頬骨が引っ掛けずに逆算で持っていくと顔が小さくなる。そうそうそう、もうちょい下までいこう。もうちょい下まで、はい、こんな下まで。肌がツヤがあって綺麗だねっていうとこ、場所どこ？ほっぺたですかね。ほっぺたでしょ。ほっぺたツヤっとしてるわけ、はい、これがすごく横までぐわーっと引っ張っちゃうと、ここまで光ってますってなっちゃうから、顔は私の顔ここからここまでですってやっちゃうからダメですよって。ローラのカラーインフュージョン06とか、この辺、はい、いわゆるベージュ系、ベージュブラウン系のものであれば何でも OK で、できたらパールが入ってない方がいい。パールが入るとやっぱりそこぷっくりさせちゃうの、パールって。締めたいところプルンとさせちゃったら、締めたいのかプルンとさせたいのかどっちやねんって話だよ。よし、じゃあセッティング、とりあえず今持ってるブラウン系のものでいいからやってみようか。顔ってこっから湾曲してるじゃん。ここからもう横面にしないといけないわけ。顔はもうこんだけですよっていう、はいはい、持っていく。だから俺目を強調するような感じで一回もうちょっと乗ってみて。ここそう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 、もういらんやろそこ。そっからそうそうそう、内側から外にぼかしていく。で顔はここぐっと締まってくる。そう、顎の下まで見ちゃうね。ここが影じゃないと顎が出てこないから、ね、でここもしっかりぼかす。はい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 、キレ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 、顎下にすごく顎が締まって見える。グッとだから横顔がものすごい綺麗に見える。これが結構モタモタする人がいるんだよね。この強さに打つ時もこれちょっとこう締めてあげると首がシュッと細く見える。ああ、お、すごい、首が細くなるのいいですね。これすごい。今度は顎をこの先ちょっと軽く丸く塗ってみて、はい、そこ、はい、そしたらそれ動かしてください。ちょっとオーバーラップするような感じね。軽く添えて入れてあげると顎もプルンとこうちょっと立体感が出てきて、顎ハイライト入れちゃうと顔がむちゃくちゃ長く見えるわけで、ここ締めてあげると顔小さくならない。なりました。なったし、なんかここぷっくりとしました何もしてないのに。そうなの。すごい。これだから全てこのひげで考えてもらえばいいわけですよ。それは小顔効果のひげなんですか当たり前じゃんよどう？その顔でお出かけできるんちゃう？全然したいです。肌が厚塗りにするから、その後のアイメイクとかも濃くなるんですよ。今この顔だったらなんかすごいちょっと薄めなメイクしたい気分になりました。そのファンデーションの量とか、まあ、コンシーラーの量とかもっともっと減らしていけると思うし、それだけの綺麗な肌を持っていれば頑張って多分スキンケアもしてるだろうし、はい、睡眠とか食事とかもすごい気を使ってるんだろうなっていう肌してるから、もっと自信持っていいよ自分の肌。どんどんこう勉強していくといろんな顔に出会えるから、はい、僕のメイクっていうのはその自分の素肌、自分の肌を信じましょうとか、自分の肌は一番だよって思わせたいっていうか、そういうファンのメイクの仕方なんで。またマットはマットでいいこともたくさんあるからさ、ね、はい、いろんな肌を覚えてみましょう。はい、ありがとうございます。素
素晴らしい。最高でした。ということで無事終了いたしまして、こんな感じに仕上がりました。綺麗なツヤ肌、もう本当チークとかいらないなっていうぐらい、私としてはミラクルなことが今起きてて、思考が変わりましたね。メイクに対するすっごい勉強になりました。今日はありがとうございました。楽しかったです。本当に素晴らしかったですね。あの皆さんもぜひ一度このやり方ね、試してみてください。今のファンデーションの塗り方も一つあっていいんです。プラスこのね、僕のやり方も覚えていただければ必ずメイクの幅が広がってくると思います。ぜひトライしてみてください。川北でした。